小栗り十吉海英6年1月2日は、江戸時代後期の先導である。史上最も長期にわたって漂流した人物として知られている。三河国作島の百姓、善三郎の次男として誕生。後に、尾張国半田村の百姓、小兵衛の養子となる。1813年、十吉は、尾張藩の小島や小江門所有の船、だしのり丸の先導として、 部下の乗組員13名と共に、諸崎から江戸へ出港した。しかし江戸から帰還する途中、遠州などで暴風雨に巻き込まれ遭難。この時乗組員の一人が海に転落している。火事を破損した、ただしのリマルは、海流に乗って太平洋を漂流。以後八8 1 5年に、アメリカ・カリフォルニア州のサンタバーバラ付近の洋上で、イギリスの商船ホーストン号に、 救助されるまで484日間にわたって漂流した。生存者は十吉以下、夫吉、半米の3名であった。命を取り留めた十吉らは、首都下からペトルパブルフスク・カムチャツキーに送られ、ロシア船パベル号でエトロフ島へ護送された。この間の1816年6月に半米が病死。最後に残った2人は、 クナシリ島からのっけみさき、ねを経て、同年9月に、まさきに到着。江戸で事情聴取を受けた後、1817年4月に、身柄を、オワ藩に移され、5月に帰郷を果たした。なお、1832年にやはり、遠州などで遭難し、恐竜、シンガポールで隠しした人物として、山本音吉がいるが、重吉の部下の音吉とは、無関係である。 生還した十吉は、新城藩の過労で、国学者の池田博士親の聞き取りによる、口述筆記にて、船長日記を書き上げた。道書には、積み荷の大豆をきなこにしたり、魚を釣ったりして、上をしのいだこと、道場の乗組員が解決病や栄養失調で、次々と命を落とす、様子、救助後のアメリカにおける生活などが記録されている。 鎖国家の日本における数少ない海外見文録であるとともに長期にわたって極限状態に置かれた人間の心理が描かれた文学的価値の高い資料でもある。この他にもロシア人と共に生活した体験をオロシアのことに記している。征服時の境内に現存する先導重吉の非十吉は終わり班から五国二人淵、苗字立て分けを許されるとともに お過去の職を得るが、2ヶ月で辞職。死亡した乗組員の供養に余生を捧げた。1824年頃、著作を売り歩いたりして得た資金を投じ、台座が、海鮮の形をした、慰霊碑を笠寺に混流。1853年に、重吉が死去してからは放置されていたが、同年制服寺と移設された。保柱の部分には、ナムアミダ仏の文字が、 また台座には死亡した乗組委員の名が刻まれている。ありがとうございます。